ここ数年、北海道の海ではさまざまな異変が起きています。一番やっぱり大きいのは鮭の回遊の異変ですね。北海道を代表する魚、鮭。しかし2010年頃から不漁続きです。今年はもう一気に減ってしまったと。太平洋側とか日本海側含めて例年のもう3割とか4割という異常に低さですよね。戻ってくる方が非常に悪いですね、はい、その原因は水温。秋の水温が鮭にとっては高すぎて沿岸まで寄ってこないのです。しかも2016年は8月の台風が沖にあった暖かい水を沿岸部に動かし、水温の高い状態が続きました。で、貼り付けちゃった結果として、この根室から沿岸水温が一気に上がっちゃって、それも一つ鮭が来なかった原因です。21世紀になって、この間に、まあ、日本の周りの海を開けてもですね、だいたい高いところで2度、低くても1度ぐらい、明らかに海面水温が上がってるわけですね。ですから、そう考えていくと、少なくとも右肩上がりの温暖化という軸というのはやはり認めざるを得ないと思いますけど、はい、川に戻ってくるサケやマスは野生動物の命を育み、森を豊かにします。森の栄養は川からまた海へと運ばれ、多くの命を養います。サケの回遊の異変は、私たちがこれから地球とどう向き合うのか問いかけています。